イエニチェリ、イエニチェリ、オスマン、語は、14世紀から19世紀の初頭まで存在した、オスマン帝国の常備不評軍団で、スプーンをシンボルにしていたことが知られている。常備軍団カプクルの中核をなし、下記で武装した、再生鋭であった。トルコ語で、家には、新しい、チェリは、兵隊を意味する。 オスマン帝国が拡大する過程で、従来の騎車を主戦術とする、トルコ系景気兵の軍事力に頼らない君主の直属兵力として創設された。創設時期については、諸説あるが、14世紀後半の村と一世の知性と、するのが最も知られる説である。当初は、キリスト教徒の戦争捕虜からなる、奴隷軍であったが、15世紀に、キリスト教徒の指定から、 優秀な青少年を徴収し、イスラーム教に改修させて、イエニチェリなどに採用する、デブシルメ制度が考えされ、定期的な人材供給が行われるようになる。イエニチェリは長官であるイエニチェリアース、イエニーセリ・オグスイカ部隊ごとに分かれて強い規律を持ち、16世紀までのオスマン帝国の軍事的拡大に、大いに貢献した。同じ頃に、 ヨーロッパで銃が普及し始めるといち早くこれを取り入れ、組織的に運用したことも大きい。デブシルメで徴収され、家にチェリに配属されることが決まったものは、まず回収の手続きが取られた後、ムスリム、イスラーム教徒の農民家庭に配置され、農業労働に従事すると共にトルコ語を習得させられた。次に、アジェミー・オーランと呼ばれる身分に取り立てられ、 首都などに兵衛を持つ新兵軍団に配属され、ついでイエニチェリの増員、欠員補充の必要性に応じてイエニチェリ軍団に編入された。イエニチェリは、君主直属の主力軍団として原則的に首都イスタンブールにある兵衛に住まわされ、また再退することを禁じられるが、同時に高い俸給を与えられ、免税など様々な特権を享受した。 16世紀後半以後、スレーマン1世の知性には、軍事技術の革新のため各国で火器を装備した常備不評が重要視されるようになり、オスマン帝国では必然的にイエニチェリが拡充される方向に向かい、人員が膨張すると同時に、首都のみならず帝国領内各地の都市に駐留させられるようになった。だが、スレーマン1世の知性に行われた家にチェリの 急速な拡大は、軍事組織の構造に変化をもたらし、しばしば、オスマン帝国の軍事的衰退の原因とされている。同世紀以降からは、出ぶシるメによらないで入隊した、つまり生まれながらにムスリムである、トルコ系の者のが増えた。また禁じられていた再退も普通に行われるようになって、その子供を入隊させるようになったため、事実上の世襲となり、軍旗が乱れる元となった。 家にチェリは各都市においてギルドと結びついて顔役、ライのような行動をとり政治にも介入した。特に首都ではしばしば反乱を起こし時には最小を更迭させたり君主を排位したりした。オーストリア国境での戦争時には国境地帯のセルビア人居住地域から略奪を行いまた勝手に住みついて支配階級として振る舞ったりしている。 ちなみに鎮圧活動は、同時期のナポレオン・ボーナパトによる、エジプト遠征に対抗するための兵力として、イエニチェリが必要とされたため、中止された。18世紀後半に入ると、イエニチェリは、ヨーロッパ各国の不評と比較すると完全に、時代遅れとなり、改革が急務とされるようになると、その必要性も揺らぐこととなった。1793年、セリム世は、 イエニチェリとは別に新式不評軍、ニサー・ムジャリードを作り軍事改革を試みるが、1807年にイエニチェリの反対により廃位、幽閉され、後に殺害されてしまった。1808年、その重慶帝、マフムト2世が即位した際、彼を擁立した改革派のアレムダル・ムスタファ・バシャが権力を握ったが、間もなくイエニチェリによって殺害された。 このように、旧式軍であるイェニチェリは、オスマン帝国の反改革、保守派勢力の画像を溶かしており、その戦を上目に余るものが多く、すっかり帝国内における改革の妨げとなっていた。マフムト二世は、セリム三世、アレムダルムスタファ・バシャの殺害を見て、イェニチェリに一定の配慮を示しながらも、前進的な軍事改革を進め、1826年には、 西洋式新軍団の創立を宣言し、イエニチェリを挑発した。6月14日、イエニチェリは、マフムト二世に対して反乱を起こすが、今回の反乱においては、マフムト二世の側が、ウラマーから反乱の正当性を否定する意見を取り付けていたため、彼はこれを撃滅する意を決した。また、イエニチェリは、都市の顔役として応募に振る舞うようになっていたため、 首都の住民たちの支持を完全に失っていた。このため、反乱軍は新式の装備を整えられた、砲兵隊に暴行を加えられ、反乱軍はた叩く間に壊滅させられることとなり、翌十五日までに鎮圧された。六月十六日、マフムト二世はイエニチェリを廃止することを布告し、かねてから設立を宣言していた新式軍である、ムハンマド上将軍を設立した。 これにより、イエニチェリの実に4世紀以上にわたる歴史は幕を閉じた。イエニチェリの廃止は、西洋化に反対する勢力が完全に払拭されたと見ることは難しいが、長らく全身的な改革に甘んじつつ、皇帝の力を蓄えてきたマフムト2世が、改革を強硬に推進する先制君主へと進む象徴的な事件となった。一方、 家にチェリによって支配されていたセルビア人居住地域ではオスマン帝国からの独立を志すミロシュ・オブレノビッチ一世のもとでセルビア公国1817年から1882年が誕生した。これはロト戦争後にはセルビア王国1882年から1918年としてトルコから独立した。1912年 バルカン諸国にバルカン同盟が結成されたものの、オスマン帝国が衰退して、オーストリアイコール、ハンガリー帝国が強情となったことから、ロシア帝国からの後押しも加わり、バルカン半島が混乱ると、セルビア人居住地域で第一次世界大戦を誘発した。オスマン帝国軍の軍楽、メフテルは、西欧では、イエニチェリ音楽、ジャニスリーミュージックとして知られている。 家にチェリは、親衛隊として、君主と食事を共にする特権を持ち、野戦で使用される大きな鍋とスプーンをシンボルとしていた。家にチェリの A 社には大きな鍋が置かれ、反乱を起こすときは鍋をひっくり返した。鍋をひっくり返すという言葉はトルコでは、大騒ぎや反乱という意味とされる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。